うも皆さんおはこんばんちは、大高実況の大ちゃんです。本日は2択でしくじり回避をやっていきたいと思います。レッツゴー。定額回避編というわけで、今回は定額するのを回避していきたいと思います。サッカーをしていたら窓を割ってしまってどうしよう。これはね、間違いなく友達を売りましょう。なんであんなことしちゃったんだろう。嘘はすぐにバレる。窓ガラスは弁償。親も呼び出され、友達も失った。僕に残ったのは罰則の奉仕活動だけだった。みんな友達は大切にしようね。突然の来客、インターホンを覗いてみると怖い顔の担任が立っていた。今回は何をしてしまったんだろう。いやこれはね、めっちゃ手プルプルしてる。逃げろ逃げろ。すいませんでした。忘れていたけど今日は三者面談だった。担任を寒い中締め出してしまい、親と担任どちらからも怒られた。なんか悪いことしないけど警察見ると逃げ出したくなる。あれと一緒だね。学校をサボっているのが親にバレた。逃げる先はもちろんベッド。本当に熱なんてあるの。いやだ。毛布を剥がされて熱を測られた。案の定平熱の体温計を見てお母さんは怒った。お前そこはしこって体温上げとけ。隠していたテストの存在が親にバレてしまった。これはね、食べちゃって証拠隠滅ダメだよね。どうかしたの。なんでもごくりないよ。紙でよかった。証拠隠滅と思いきや、通知表には親のサインが必須だったよ。振り出しに戻る。振り出しに戻っても何度でも食べればいい。ホームルーム中に携帯の通知音を響かせてしまった。これはお腹の音です。ずいぶん変わったお腹の音だな。誤爆しきれなかった。たくさん怒られ携帯は没収された。お前そりゃ LINE ってお腹の音はないだろ。お退学エンド。嘘だろ、回避できなかったの。マジかよ。あ、ハンバーグ弁当ある、ラッキー。数々の問題行動に僕は退学処分となった。担任はおろか、親や友人たちからも見放され、僕は孤独になった。ただ性格がだらしないだけだから、不良になりきることもできない。これからどうしよう。お前退学は当たり前だけど、よくそんな性格でこの高校入れたな。入試楽勝か。ちょっとね、退学したのが許せないのでね、今度は絶対に卒業していきたいと思います。これはね、怒られに行きましょう。素直に行くのが一番。やっちまった。何これ、やっちまったな。先生クールポコ。一緒に怒られる仲間がいるのは心強い。ついも11等分だ。正直に言ったことで親への連絡もなかったけど、請求は親に行くけどね。これは素直に中に入れましょう。 OK です。お前なんか悪さしないだろうな。しないですよ。あははは。そういえば今日は三者面談だ。ちなみに担任の顔が怖いのは元々だ。なんだそれ。逃げる先はもちろんトイレです。閉じこもりましょう。大丈夫、ちょっとお腹痛くて。腹痛を理由にすれば深くは触れてこないはず。まさかトイレまで開けまい。もう1時間ぐらいトイレにこもっておこう。お前ハンターハンター1巻だけで1時間は無理やろ。渡しましょう。素直にね、行きましょう。文字が小さくて読めないわね。テストの文字は老眼のお母さんには小さすぎたようだ。読み上げると言われたので僕は堂々と嘘の成績を報告した。お前さ、これ悪いことして退学は免れそうだけど、素直に成績悪くて進級できずにさ、自主退学するべ、これ。これは、スケをいらす。ガタ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 。静かにしなさい。怒られただけで携帯はバレなかったみたい。ラッキー。やだよ。こんなやつ隣にいたら薬やってるか疑うよ。やった、卒業エンド。3年間ありがとう。友達にも恵まれ楽しい学校生活だった。留年せずに卒業できたのは奇跡だ。本当だよな。担任も親も涙を流していた。いろいろあったけど、それも笑い話になり、いい思い出になるだろう。やったぜ。本当、終わり良ければ全て良し。でもお前就活も何もやってねえからニートやんなお前。結局バッドエンド。